千鳥の木は、ムクロジカカエデ属の落葉症、高木、高木。死有意種。別名、山バカエデ。古いクロンキスト体型では、カエデ科に含められている。樹高は8から10メートルになる。トウガは、長さ5から10ミリメートルになる卵型で、先端は尖り、四孔色。輪ペンは8から12ついあり、瓦重ね状に並ぶ。輪ペン用は、 長さ6から7センチメートルになるヘラ形で赤みを帯び、葉が展開した後落ちる。葉は花がつく枝に1体、花のつかない枝に1から5体、耐性する。葉心は長さ8から13センチメートル、幅2.5から5.5センチメートルの長大縁型で、先端はお状に鋭く尖り、基部は浅心型から円形になり、円には重居子がある。 若葉の表面の葉脈状と、里面全体に、副軟毛があるが、西洋では、里面の葉脈状だけに残る。側脈は、平行して18から25五対あり、かの木下の沢芝や、熊芝の葉に似る。葉平は、長さ0.5から2センチメートルあり、花時には、軟毛がある。花期は5月。長さ5から10センチメートルの相乗過剰。 床枝の先端から下水させる。花は単光色で4数星。お花女は、花が15個内が一月。花柄は、長さ5から10ミリメートル、学編は4個まれに5個で、長さ3.5から7ミリメートルになる楕円形、花弁は0から4個で学編と同調、雄髄は4から10個で学編より短い。目花女は、花が3から7個付き、花柄は、 長さ1から3センチメートル、学片は長さ4から7ミリメートル、花弁は学片とほぼ同調、耐化湯水は長さ1.5ミリメートル、学片より短い。脂肪には全体に白色の長軟毛があり、花中は長さ3ミリメートルで2列し、花ごろくから8ミリメートルに伸びる。柿は8から9月。果実は翼かで、 文化の長さは2.5から3センチメートルになり、翼はほぼ直角から鈍角に開く。日本固有種。本州の岩手県以南、四国及び九州に分布し、温帯の山地の沢沿いに生育する。山形県以北の日本海側にはなく、北陸地方には少ない。材は装飾用の建築材や器具材として利用される。また、庭木として植栽される。 ありがとうございます。